ロウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画は、現在開催中の冬祭りイベントで詐欺に遭わないように、注意喚起を促す目的で作成しました。おそらく、ヒーローウォーズを遊戯しているプレイヤーの半数以上が、今からお話しする件について気づかずに、損をしていると思います。俺は詐欺になんか遭わないから大丈夫だよ。カーク信者さんの勘違いじゃないの？このように、自信満々の人もおられると思いますので、早速、カーク信者が気づいた案件についてお話をしようと思います。冬祭りイベントにて、ヒーローアップグレードギフトボックスをギルドメイトやウェンディーからプレゼントされて、にっこりされている視聴者様も大勢おられると思います。ヒーローアップグレードギフトボックスの中には、これらのアイテムが含まれています。ヒーローアップグレードギフトボックスを受領すると、アーティファクトエッセンスの宝箱がインベントリの中に収納されます。これが、アーティファクトエッセンスの宝箱です。インベントリの中にあるアーティファクトエッセンスの宝箱を開封する際、5種類のアーティファクトを選択できる仕組みになっています。まずはこちらの画像をよくご覧になって、アーティファクトエッセンスの宝箱の中身をしっかりと記憶してください。次に、こちらの画像をご覧になっていただきます。これは、カーク信者が2年以上も前に作成した、ヒーローのアーティファクトの交換比率を示した資料になります。ヒーローのアーティファクトのレベルアップをする際、上位カラーの資源を下位カラーの資源と交換することで、下位カラーのアーティファクトのレベルアップをすぐに行うことができる便利な機能がこのゲームに備わっています。カーク信者的には、このアーティファクトの交換機能を極力使用しない方がいいと考えていますが、新ヒーローのケイラ関連のイベントタスクを達成するために、このアーティファクトの交換機能を利用された視聴者様もおられるはずです。それでは、カーク信者がたった今説明したアーティファクトエッセンスの宝箱の画像と、飛行艇にあるアーティファクトの交換機能の画像を見比べてみましょう。飛行艇にあるアーティファクトの交換機能を利用すると、1個のオレンジ色のアーティファクトエッセンスを、16個の灰色のアーティファクトエッセンスと交換できます。しかし、アーティファクトエッセンスの宝箱でオレンジ色以外の報酬を選択すると、損をしてしまう仕様になっているのです。おいおい、マジかよ、これって明らかに詐欺なんじゃね？カーク信者は冬祭りイベント初日にこのことに気づきましたが、視聴者様はこの件についてご存知だったでしょうか？ケイラのアーティファクト関連のイベントタスクを達成する目的で、アーティファクトのエッセンスの宝箱を使用された人の中には、オレンジ色以外のアーティファクトエッセンスを報酬として選択してしまった人もおられると思います。そこのあなた、詐欺に遭っていますよ。カーク信者はヒーローウォーズの動画を作成している関係上、こういった資料を自分で作った経験があるからすぐに気づきましたが、遊戯画面をポチポチとクリックしているゲームユーザーだと、このことに気づかないかもしれません。冬祭りイベントが始まったばかりですので、まだアーティファクトエッセンスの宝箱を使用していない人がおられましたら、ぜひ、オレンジ色のアーティファクトエッセンスを選択するようにしてください。まあ、これに関しては、ヒーローウォーズの運営さんの些細なミスと信じたいですね。なぜこのような仕様になっているかわかりませんが、この動画をご覧になられた方は、ギルドチャットにて、この動画をギルドメイトに教えてあげてください。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。